大阪府立山本高等学校は大阪府八尾市山本町北にある公立の高等学校。昭和初期1927年、府立13番目の高等女学校として創立した。通称、山高。1927年4月、大阪府立第13高等女学校として開校した。学校の目標として古き良き伝統の継承と、 発展を掲げている。また、その伝統の山高スピリッツを山高 DNA と表現している。英語教育に力を入れており、大学進学に備え1年生で週5時間、2年生で週6時間、3年生では、文系が週7時間、理系も週6時間を確保している。八尾工場の時代の卒業生の活動が活発で、同窓会組織以外に、 一般財団法人花すみれ教育振興会を設立している。この財団は、八尾高等女学校の保護者の寄付をもとに設立。1977年から後輩である山本高校の生徒に、奨学金、花すみれ育営基金を支給。2012年度の段階で、延べ232名、総額2100万円を助成しているほか、 様々な講演活動も行っている。富立第十三工場として、開校2年後に、八尾の地へ移転し、大阪府立八尾高等女学校と解消。太平洋戦争後の1948年学生改革による、新生の高校への改変に伴い、旧生中学校の大阪府立八尾中学校と、職員、生徒の交流を行い、男女共学となった。なお。 公名は、女一文字を削除しただけの、大阪府立八尾高等学校となるはずだったが、同じく高校へ改編の府立八尾中と重複するため、所在地名から山本を取り、大阪府立山本高等学校に改称した。そして、府立八尾中は、大阪府立八尾高等学校に改称した。鉄道バス校歌、丁明高校のお歌、花すみれに、作曲家の新次清志が、 近極し、1923年6月19日に女子学習院に賜ったものを、1928年6月25日、八尾工女の校歌、花すみれとして放帯した。交渉制服制服は入学式や卒業式をはじめ、式典などで着用する。女子のセーラー服は高等女学校の時代からほぼ同じデザイン。襟の太いラインは第13工女の 10を細いライン3本は3の伝統を表している。運動部分下部校舎は1990年代に建て替えられたが一部1960年代の建築のままで旧耐震基準の既存不適格であり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2009年度と2011年度に改修を行った。また、 最寄り駅から学校までの玉串川沿いの桜並木が大変美しく入学式の頃に満開になる。政治経済学芸芸能スポーツ、畑吉美鈴陸上競技教職員。ありがとうございます。